区民の皆さん、こんにちは。市長の青木英二です。皆さん、フレイルという言葉ご存知ですか？フレイルとは、元気な状態と介護が必要な状態のちょうど中間を表しています。ぜひ区民の皆さんには、この介護が必要な状態にならないで、いつまでもお元気で日々生活をしていただければと思います。そのためには、このフレイルの予防、大変大切です。今日私もフレイルチェック会にお邪魔をしています。このフレイルチェックを通じて、いつまでも元気な日々を過ごせるようにできればなと思っています。どうぞ皆さんも、このフレイルチェック会、気軽にご参加できますので、どうぞトライしてみていただきたいと思います。私も早速これから会場に行きます。レッツゴまず噛む力ですね。噛む力、はい、抗菌触診と言いまして、はい、左右の耳のところをね、この辺、この辺にこの4本、はい、人差し指、中指、薬指、こんなんでいいのかな、軽く当ててください。これでいいんですか？はい、こんな感じで、はい、はい、で奥歯でギューッギュッと押すと噛ん、うん、押すじゃなくて噛んでいただきます。指はそのまま軽くで噛んでいただきますと、噛んだ時にここ動きます。動いてますね。はい、うん、はい、はい、動けば、うん、あの髪が強いということで、その周りの筋肉も強いということになります。はい、でその次に、はい、指輪っかテスト。指輪っかテスト、はい、人差し指と親指で、はい、こうですね、こうですね、はい、はい、これでご自分の足をの周りを測っていただきます。親指が後ろになるようにして測ってください。あ、届かなくていいんですか？いいんです。届かない、はい、はい、囲めないですね。ええ、はい、OK です。いいんですか？届かなくて、はい、大丈夫です。その方がいい、届かない方がいいってこと？届かない方がいい。あー、そうなんですか、はい、でこちらもですね、ここにも囲めないに合わせるところがあります。どこですか？囲めない。あ、ここですね、はい、はい、囲めない方がいいんだ。そうです、そうです、はい、囲めるとそれだけ、はい、細いってことですね、はい、はい、あとですね、イレブンチェックっていうのがございまして、これをちょっとやっていただいて、活気に溢れていると思いますけど、直腸だから活気に溢れていないとまずいのでは い、はい、ありがとうございました。はい、大丈夫です、はい、これで終了ですか？はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。こちらは滑舌を、はい、お口の元気度を測ります。あ、はい、舌の元気度測ります。下の元気度、はい、タという言葉を5秒間測定しますから、タタタって言い続ければいいんですか？はい、はい、5秒間ですね。5秒間ね。スタートって言いましたら、言ってくださったら押しますから、はいはい、ピッと音が終わるまで言ってください。はい、じゃあお願いします。どうぞ。タタ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 。ありがとうございます。32回で 6.4 ですね。6.4 ってどうなんですか？1秒間に 6.4 回言えたってこと、6以上が青になりますので、青なんだ、スレスレね。歯のところで 6.4、 ここに 6.4、 自分で書けばいいんですよ。はい、はい、ここに 6.4、 はい、6.4 ですね。6.4、はい、で、青シールは、あ、なるほど。この青シールが多ければ多いほどいい、そうですね、はい、で、あと右の方にも、ここにも 6.4 回、はい、これでいいんですか？はい、大丈夫です、はい、次は大使館も通過。はい、大丈夫です、はい、
よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ふくらはぎの筋肉を測ります。はい、で利き足ではない方の足を90度にしていただいて、はい、これでいいですか。はい、で一番太いところを測ります、はい、よろしいですか。はい、37ですね。はい、で下ろしちゃっていいんですか。はい、ありがとうございます。はい、男性は34以上は、青なので。あ、そうです。じゃあ青ってことですか。はい、はい、どこに貼るんだ。ここにも37。はい、ここに貼るんですね。はい、はい、こちらもここですね。はい、はい、ここですね。はい、はい、OK です。はい、はい、ありがとうございました。なんか握力があんまりないんですよ。全然ね、重いの持ったこともないし。握りがよろしいでしょうか。合わせこの幅に。はい、大丈夫ですか。はい、はい、でそれでもうこうやっちゃったしちゃいけないんですよね。まっすぐ力入れて、もっと難しい。はい、5秒間お願いします。はい、はい、ありがとうございます。あまりやとうけさね、なんかこの辺がもう33.5 33.5 スレスレだ。はい、あの30キロ超えてますんで、はい、スレスレ書くんですね。はい、はい、33.5 です。はい、これ5つ書くんです、ね。はい、で、青シールを青シールね。はい、あ、これ違います。はい、はい、次、はい、はい、あの、立ち上がりの方お願いします。はい、はい、ちょっと私が、はい、手をやりたいと思います。椅子にですね、軽く立てていただいて、はい、座って、はい、それで両手を胸にかけて、はい、足はどちらでも構いません。ただ反動をつけないでスッと上がってください。いいですか。はい、ちょっとやってみますね。こうやる形で、はい、で 1、2、3 ですね。これで青マークです。でこれが3秒1、2とこう揺れちゃうと赤マーク。立てるかどうかも知らない。そうですね、無理しないでください。はい、気をつけて。はい、やったこともないから。どっちの足でもいい。どっちでも利き足でも利き足なくてもいい、はい、いいんですか。でこうやって簡単にこうやってこうやって立てばいいってことですね。そうです。浅くかけてください。浅くかけてなかなか難しい。こっちだけで立つってことですよね。はい、形です。や、足を上げてくださいね。形ね、簡単に片足だけで立ちなさいってことですね。はい、そうです。いや、絶対最後は大丈夫ですよ。やったことがないから自信がないな。はい、無理しないでください。あ、いつでもいいんですか。いつでもどうぞ。なんか周りで見られちゃって余計反動はつけていいんですか。ダメ、反動つけない。今自分で立てば立てればいいってことね。はい、いきます。はい、はい、せーの、1、2、3。オッケー、やればできる。じゃあ今度はチャットスタートです。いいんですか。はい、はい、あ、骨、ね、はい、ジムで腹筋やってらっしゃる。頑張ってないですか。結構難しいな。はい、はい、して一番の段階を通しました。あ、そうなんですか。はい、次は握っていただいて、軽く握っていただいて、はい、前に伸ばしてください。はい、はい、いいですか。ありがとうございます。はい、体重がすごい出てるの、はい、嫌だ。48.3 で、手足の筋肉量ですけれども 7.93 になります。はい、はい、書きました。はい、7.93 というのは、はい、男性が7以上。ああ、そうですか。はい、これもスレスレだな。はい、はい、で、はい、これをやればいいですね。はい、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 せーので、セーフです。はい、これですね。はい、そうです。ここです。はい、次は
はい、これで終わりです。あ、終わりですか。あ、そうです。今チェックを全部していただきました。おかげさんで全部青信号でした。ありがとうございます。まあ、毎日少しですけれども、運動をできるだけ心がけるようにしていますし、まあ、食事もできるだけ気を使って、行っています。多分大事なことは今日青だから、それでいいということで終わったら、多分何ヶ月後やったら次はですね、赤だらけになってしまうんじゃないかなと思います。健康維持をするというのは毎日毎日、少しずつ継続は力なりということが大切ではないかなと思います。どうぞ組の皆さんもこのフレイルチェック、私も初めてやってみましたけど、非常に簡単にですね、楽しく、できます。またサポーターの皆さんもですね、本当に周りで親切に、本当に、サポートして、いただけますので、どうぞ多くの組の皆さんが、このサポートチェック会に参加をしていただきたいと思いますし、どうぞこのチェックをしていただくサポーターの方もふるってご参加応募していただければと思います。以上、青木英二からのお知らせです。ありがとうございました。目指そう